あいさとチャンネル、あいとあんさんです。本日は武道館ライブの抽選の結果が出ている日でございます。皆さんツイッターとかそういうので応戦したとか押してもたとかつぶやいてるんですよね。そうなんだよ、やばいと思ってさ、今日二人とも仕事だったので夜帰ってきてから一緒に見ようってなったんですよ。言うていいのかな、はい、LINE でゲロ吐きそう。精神状態が本当に良くなくて、みんな多分同じ気持ちだったと思うんですよ。もうなんか落選しちゃうことばっかり考えてる。落選したら肉でも食いに行くか。本当？その代わり当選したらもうあの白飯とお茶だけです。だからどっちの結果に転んでもどっちにも寄り添える、やっぱり立場でいたいよね。確かに。じゃあ見ていきたいと思います。うわ、怖ー。で、どのタイミングで結果これわかんの？どこ？あー、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、この申し込み状況確認、これを押せば、うわ、ちょっと震えてる、今。そう？押す？無理だよ、一緒に押す？一緒に押すか、ここせーの、本当に震えてる手が。押した今。あ、二つの手で押したんで、反応しなかったです。じゃあ、いくよ。はい、落ちるかも落ちるかもって言ってたもんね。浜田翔吾さんに会えるんだ。しかも武道館のセトリだよ。ということで、ということで、あいさとは浜田翔吾さんの武道館ライブに参加することができま ました。一緒に武道館ライブに参加する方よろしくお願いします。で、今後きっとだんだんね、いろんなことが落ち着いてきたら浜田翔吾さんたくさんライブをしてくれると思っているっていうか、私たちはそう願ってるので、みんなで賛成できる日が来たらいいですよね。ライブに行けなかった人のためにもね、私たちもいい動画が作れるようにちょっと努力を今後もしてまいりますので、はい、どうか温かく、どうぞ、挨拶をよろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。ということで、今回は浜田翔吾さんの武道館公演の抽選結果のご報告となりました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。またねー。